ケインシャムのソマーデール工場。ソマーデールはイングランド南西部ブリストル近郊のケインシャムにあったチョコレート工場。長年キャドバリー社の製造施設があったが、もともとはフライケが最初に建設に着手し、ブリストル中心部にあった既存の各種施設を徐々に集積しながら拡張していったものであった。第一次世界大戦後、1919年に、 当時のキャドバリーブレザーズ社と JS フライサンズの資本統合が完了した。この合併の結果、エグバート・キャドバリーがフライ社の経営に加わるようになった。エグバート・キャドバリーは、セシル・ロデリック・フライと共に、ユニオン・ストリートにあったフライ社の施設を経営しつつ、1923年に全国からの公募によって新たに、 ソマーデール田園都市と呼ばれるようになった228エーカーの緑地への移転事業を進めた。経営者たちがクエーカーであったため、工場には従業員の社交のための施設が配慮されており、運動場や広大なリクリエーション競技場など、今日でもケインシャムの街で利用されている施設も整備された。この移転は11年がかけられ、近代的な新工場が建設されるのにつれて、 徐々に生産が移されていった。移転の完了は1935年であった。最盛期のソマーデール工場には5000人以上が勤務していた。工場には自前の発電所に加え鉄道も引かれており、経営者無益の側線を経由してグレートウェスタン鉄道に接続されていた。第二次世界大戦中、チョコレートは配給体制の下で減産となり、 工場の一部は転用され、ロールスロイスによって航空機用のマーリンエンジンが生産された。芝生の前提から見たソマーデール工場を買って、ケインシャムのキャドバリー工場では、フライズチョコレートクリーム、ダブルデッカー、デイリーミルク、チョコレートバトンズ、クリームエッグとミニエッグ、キャドバリーズ、ファッジ、チョンプ、クランチーなどを生産していた。地元では、チョコレートの溶接工と、 あだ名されていたキャドバリーの従業員たちの話では、クランチの製造機はまっすぐ並べると地球から月まで届いて戻ってくるほどの距離になるチョコレートバーを毎週生産していたという。2007年10月3日、キャドバリーは2010年までにソマーデール工場を閉鎖し、これによって500人の雇用が失われるという計画を発表した。世界規模の市場における 競争力を維持するため、生産活動は、ポーランドのスカルビミエルツの姉妹工場へと移された。工場閉鎖のもう一つの理由は、この場所の地価が高くなったことにもあった。長期的には、緑地の多い敷地の用途見直しが行われ、ケインシャムで需要が高い住宅用地となりそうな、見通しである。ワンズ大区選挙区選出の労働党議員団ノリスは、工場閉鎖のニュースは、 労働者たちのみならず、ケインシャムの地域社会全体にとっても、厳しく、重い打撃だ。と述べた。工場の夜景、創業最終月に、撮影2007年後半、ソマーゲールのキャドバリー工場を救おうという運動が、広い層の支持を得て展開された。ある地元の住民は、この敷地を保全し、工場の歴史を守るために動く、ヨーイングリッシュヘリテッジに働きかけをした。 この運動は、うまく進んで、住宅地下のための土地の分譲とかつてのソマーデール工場の施設の破壊を止めてほしいという期待を受けていた2010年2月、キャドバリーがクラフトフーズによって買収され、工場閉鎖の2011年実施が確認され、この工場が生産を担っていたキャドバリー製品はポーランドのワルシャーに移されることとなった。ただし、 すべてのキャドバリー製品の生産をイギリス国外へ出してしまうことはないという約束もなされた。しかし、もともとクラフトフーズはキャドバリーの買収提案に際してソマーデール工場の維持を約束していたため、工場閉鎖はイギリスの世論から厳しく批判され、2010年3月16日には議会での陳謝を余儀なくされた。工場は 2011年3月31日に閉鎖され製造機器類はポーランドへ送られた。2012年1月初め220エーカーの敷地をここに700個の住宅と学校、保育園、レストラン、ホテルなどを建設する計画を作ったデベロッパーテーラーウィンペイに売却する契約が結ばれた。開発計画への許可を求めて公開諮問された計画によると 既存のスポーツ施設などは保存され、フライクラブが再建されることになっている。ソマーデールのローマンビラ15メートル四方程度の小規模なローマ時代の住宅遺跡がソマーデール工場の敷地入り口付近にあるが、これは1922年に工場の建設中に発見され、現在の位置に移設されたものである。この発見の際には石棺2機も発見されている。この遺跡は、 1991年1月22日に、ローマ時代の井戸として、重要文化財建築物のグレード2に指定されている。ありがとうございます。